はい、私はですね、以前大きな試練の中で神様から離れてしまったことがあります。毎日毎日辛いことばかりで、神様に助けを求めてもなかなかその出口が見えなくて、もう辛くて辛くて、どうしていいかわからない状況の中で、だんだん感覚も麻痺してきて、もういいや、諦めてしまったんですね。神様は助けてくれないんだ、もうすごく孤独な気持ちでした。である時ですね、その悲しい気持ち、もう気分転換したくて、悲しい気持ちをもう紛らわしたくて、ある友人とねドライブに行ったんです。でその時にね、大きな出来事がありました。その私たちが車でこう右に曲がろうとしてたんですね。でそこはもう夜道だったんですけど、右に曲がろうとした時に対向車線から車がわーって来たんです。で私たちが曲がる時はまだ結構距離があったので曲がれるだろうと、それで曲がったら、なぜか急にもうその車がスピードを私たちにわざとぶつかるのかって思うぐらいスピードをわーって上げてきたんですね。でこう曲がった時にもう私から見てすぐライトがあって、ああもうこれぶつかるって思ったんです。でもその時に私は神様助けてじゃなくて、もういいよ、もしもこれが私の死ぬ運命だったらもうそれでいい、私は生きてても意味がない、どうぞ殺して、もういいよ、そんな風に思ってしまったんです。もう今思い出すだけですごく辛いんですけど、でその大きな、ね、クラクションとともに、なんか、ね、不思議なことが起こったんです。あ、ぶつかるって思った瞬間に車がこうふわっと浮いた感じ、なんだろうこれ。でパッと目開けたら車が止まってて、ぶつかってもなくて、え、何が起こった、今浮いたよね車で、友人と話したんですね。今浮いた、はあ、なんだろうこれ。でその時にとても強くね、神様の臨在を感じたんです。私はあなたをケアしてるよ、あなたが私を諦めたとしても私はあなたをケアするんだ、私はあなたを諦めないよ、すごくそう強く語られてる気がしました。でもうその瞬間に私の目が開いたんですね。あ、なんで私はこんなネガティブな方向へ行ってしまったんだろう、なんで神様に助けを求めなかったんだろう、神様はこんなに私が離れてしまったとしても、神様に対して責めてしまったとしても、神様の愛が変わってないんだ、神様は私をまだケアしてくれるんだ、守ってくれるんだ、すごく目が開きました。でその時ですね、運転してた友人に、これ知ってる、なんで助かったか知ってる、ぶつかると思ったでしょ、なんで助かったか知ってる、と友人は何で、私はその時にね、神様だよ、神様が助けてくれたの、すごく大胆にその友人に言ってたんですね。その友人はクリスチャンじゃないです。でもその友人は、ああ本当だね、そう思うって答えてくれたんです。ハレルヤ。でそれから私は神様に悔い改めました。もう神様に、また神様と共に一緒に歩みたいんだと、そう祈りました。なのでこれを見てる方もね、神様から今離れてしまってるんだ、ちょっと疑いの気持ちがあるんだ、私なんて生きててもどうしようもない、もう死にたいよって思ってるかもしれない、そんな人がいるかもしれない、もしかしたらそんな人が周りにいるかもしれない、だからこそ今もし自分がそうだと思う方がいたら、一緒に祈ってください。天のお父さん、私を愛してくれてありがとうございます。私があなたから目をそらしてしまったことを、あなたから離れてしまったことを許してください。私はあなたのところに戻りたいです。あなたがいない日々は完全に満たされることはありません。何かいつも欠けている状態です。
なぜなら私はあなたの完全な愛を知っているから。イエス・キリストの御名によって私は今までの生活を離れ、今日からまた再びあなたを選ぶことを選択します。どうかあなたの愛で私を満たしてください。どうかあなたと共に歩めるように私を助けてください。あなたが必要です。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。